C-119 フライングボックスカーフェアチャイルド C-119 フライングボックスカーはアメリカのフェアチャイルド社が開発した軍用輸送機である。名前の由来は空飛ぶ有害化車の意、e。c 8 2パケットを発展させた機体で外見も似ているが操縦室が前方の低い位置に移されたほか、エンジンの強化、垂直尾翼の再設計が施されている。 また、少なくとも、量産型では、胴体が、やや広くなって、搭載量が増加していた。胴体後部には、左右に割れて開くカーゴドアを備え大型貨物の搭載を容易にしているが、空中での開閉はできず、物資の空中投下を行う際は事前に取り外す、必要があった。試作機 XC-119A は C-82。82 を回収して作られ、評価試験の後 C-119B として、正式採用された。1955年まで生産され、総生産数は1183機。アシア基地で撮影された米軍の C-119、アメリカ空軍の主力輸送機の一角として、朝鮮戦争やベトナム戦争で、実戦投入され、ガンシップ機にも改造されている。また、 極技飛行隊サンダーバーズの支援機として使用されたこともあった。海外の友好国にも供与されており、インド空軍で使用された機体には、高温、高地環境下での補助推進装置として背部に、Z エンジン1機を追加装備する独自の改造を施されたものもある。アメリカでは九百七十年代に運用終了となったが、台湾空軍では百九十七年まで、 運用されていた。C-119 改造機による空中回収この他にディスカバラー14号の空中回収用として改造された C-119 がある。台湾空軍の C-119 ジープの空中投下を行う C-119、胴体後部のカーゴドアは取り外されている。ありがとうございます。